はい、それではこんにちは。今回はですね、ハイレベル科学の無機化学ということで、今回扱っていく内容としては、金属イオンの検出方法ということになります。はい。ただですね、まず、本講座を受講する前に、まだその無機化学のこの系統、分離についてですね、まだちょっと苦手だな、知識が整理できていないなっていう人のためにですね、まず、無機化学の沈殿の知識の総合整理ということでの講義を準備しましたので、そちらでまず知識の整理を行った後にですね、この講座の受けていただきたいなというふうに思います。ではですね、そちらの講座を、まあ、受講したということで、その知識を使って、じゃあ、一体どういうふうな入試問題がね、出題されているのか、っていうところをね、やっていきたいなというふうに思います。ではね、問題文に移っていきたいと思います。はい、では問題を読んでいきたいと思います。Na プラス、Hg2 プラス、Cu2 プラス、Ba2 プラス、Zn2 プラス、Cd2 プラス、Hi、Ni2 プラス、Al3 プラス、Pb2 プラス、Mn2 プラス、Fe3 プラス、Ag プラス、Ca2 プラスイオンのうち、いずれか一種類を含む硝酸 N 水溶液 A から J がある。下の A から J の文を読んで、水溶液 A から J に含まれる金属イオンをそれぞれイオン式で書けと。また、下線部1から20の沈殿をそれぞれ化学式で書きなさいという問題ですね。A、無色の水溶液 A に希塩酸を加えると、白色沈殿ができましたと。で、これにアンモニア水を加えると、沈殿は溶解し、無色の溶液になった。はい、もうここで、パッと、ね。これは Ag プラスだな、と思っておいてくださいね。まあ、白色沈殿 AgCl、かつアンモニア水過剰に加えたら無色の溶液っていうことは、もうね、作イオンで AgCl 加えたら白色沈殿になるのはもう Ag プラスしかないですよね。はい、ということで、Ag プラス、と Cl マイナスで AgCl の白色沈殿。で、この沈殿はアンモニア水には Ag、ジアンミン銀1イオンとなって溶けますと。で、また、2Ag プラス 2NH3 プラス H2O で、Ag2O、ね、これ褐色ですね。暗褐色の沈殿が生じます。で、水溶液 A に少量のアンモニア水を加えると褐色沈殿丸に、はい、Ag2O が生じます。で、また、水溶液 A にクロム酸カリウム水溶液を加えると、赤褐色沈殿を生じた。はい、もうこれはものすごい重要ですよね。はい。2Ag プラスとクロム酸にイオンですね。Ag2ClO4、赤褐色ですね。はい。で、このクロム酸イオンですね。クロム酸イオンについて、もう2つですね。沈殿を生じる物質が2つあります。ね、重要な物質、Ba2 プラスと Pb2 プラスになります。で、BaClO4、および PbClO4 についてはですね、どちらも黄色色の沈殿が生じます。ね、石化で、このクロム酸イオンで唯一、ね、まあ、この石褐色の沈殿が生じるのが、この Ag のものということで、これ非常にね、入試に出やすいですね。これ実際に出た入試問題になるんですけどね。これしっかりとできるようにしておいてください。はい。では、次 B 行きたいと思います。無色の水溶液 B にアンモニア水を加えると白色沈殿が生じた。これにアンモニア水を過剰に加えても沈殿は溶けなかったが、水酸化ナトリウム水溶液に過剰に加えると溶けて無色と透明の溶液になったと。また、水溶液 B に硫化水素を通じたが、硫化物の沈殿は生成しなかった。まあ、いうことですね。はい。では、まあ、ちょっとやっていきましょうかね。はい。まず一つ目のポイントっていうのが、これ、こちらですね。アンモニア水加えると白色沈殿が生じたということで、アンモニア水を過剰に加えても沈殿溶けなかったっていうことですよね。はい。しかし、水酸化ナトリウム水溶液過剰に溶けると無色の透明になったっていうのが、まあ一つポイントですね。はい。で、ここの時点で、
ね、思ってほしいのが、もしかしたら AL じゃないかなと思ってほしいですね。で、次もう一つポイントとして、水溶液 B に硫化水素を通じたが、硫化物の、沈殿は生成しなかったということで、まあ、そうかな、まではこれ硫化水素の沈殿っていうのは生じないんですけど、アーテニの亜鉛、鉄、ニッケルについてはですね、塩基性にすると沈殿が生じます。ね、で水溶液 B に硫化水素を通じたが沈殿を生成しなかった、まあいうことで、あ、これはアルミニウムじゃないか、まあいうことで アルミニウムかなということが決定するわけですね。はい、ということで、まずこちらですね。AL3 プラス 3O1 マイナスが AOH3 で白色沈殿が生じますと。で、この沈殿は過剰の水酸化ナトリウム、水溶液に関してはですね、AOH4 マイナスということとなり、まあ、溶けていきます。ね。ね。このアルミニウムに関しては、アンモニアに過剰に加えても溶けないということは、これ結構重要ですので、かなり重要ですので、これはしっかりとね、押さえておいてくださいね。しかし、この水酸化ナトリウムについては過剰に、溶解すると、過剰にね、加えると溶解します。で、その時に生じるイオンというのがこちらですね。はい。こちらの作イオンも、ね、化学式書けるようにしておいてください。はい。では次、カッコ C ですね。黄褐色の水溶液 C に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、赤褐色沈殿が生じたと。いうことですね。で、水溶液 C にヘキサシアノ鉄に酸カリウム水溶液を加えると、脳性色沈殿が生じた。まあ、いうことになります。はい。こちらの沈殿も結構かなり重要なところになるんですが、赤褐色の水溶液 C に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、はい。赤褐色沈殿生じたっていうことで、Fe3 プラスですね。Fe3 プラスに水酸化ナトリウム水溶液を加えると、赤褐色の沈殿が生じます。はい。色が変わるんですよね。イオンの色とかちょっと違う色になるんですよね。なので結構これ入試に出やすいですね。特徴的なものなのでね。はい。Fe3 プラス赤褐色の水溶液 C に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、はい。FeOH3。はい。こちらの沈殿は赤褐色になります。赤褐色の沈殿が生じます。で、ヘキサシアノ鉄酸を加えると、はい。こちらは Fe3 プラスヘキサシアノ鉄酸を加えます。はい、そうすると、脳性色沈殿をね、生じます。ね、Fe3 プラス、Fe2 プラス、ね、加えるとね、Fe3 プラス、Fe2 プラスを加えると、これ、脳性色沈殿を生じます。これもね、結構ね、重要になりますのでね、覚えておいてください。ね、この鉄の反応に関して、詳しく説明した講義動画がね、用意しておりますので、鉄イオンの部分の講義動画ね、もう一度ちょっと聞いてね、復習しておいてください。あれと思ったりとかね。はい、では次 D です。無色の水溶液 D に水酸化ナトリウム水溶液を加えると白い沈殿ができた。過剰に水酸化ナトリウム水溶液を加えると沈殿を溶けて無色透明になったと。水溶液 D に pH を 7.0 に保ちながら硫化水素を加えると沈色沈殿で生じました。はい、いうことで、はい、一つ目が、まず、水酸化ナトリウム水溶液加えて、過剰に加えると、沈殿して性無色透明になりました。で、一つ目のポイントが、中性、もしくは塩基性ですね。硫化水素加えると、白色沈殿生じます。ね、酸、いうことですね。液性によって沈殿を、硫化物の沈殿が生じるのはどれだったかというと、アテニやね。アテニだよね。亜鉛、鉄、ニッケルですよね。で、鉄に関しては、ね、水酸化ナトリウムも、アンモニア水もですね、過剰に加えても溶けない、いうことでしたから、これは、まあ、亜鉛でしょうね、と。
まあいうふうに、まあ判断ができるということになりますね。従いまして、ZL2 プラスプラス 2OH マイナスで ZL の OH 数。で、この沈殿というのは過剰の NAOHAQ に対してはですね、ZN OH4 ということに、4にマイナスということで、はい、なって溶けていきます。はい。で、ZN2 プラスに関しては、これ白色沈殿ができるというのもかなりね、重要な部分になりますので、押さえておいてください。ね。これ酸性条件だったら沈殿はしないですからね。酸性条件では沈殿しないですからね。で、なぜここで沈殿するかしないかっていうのは、まあ、溶解、化学平衡と溶解土石に関することを考えればね、説明ができます。で、この辺の解説に関してもね、沈殿の総合整理でやっておいておりますので、あれと思った人はそちらをご覧ください。はい、では次、E ですね。無色の水溶液 E に炭酸ナトリウム水溶液を加えると、白色沈殿ができたと。で、この沈殿は、希塩酸に溶け、水溶液 E の炎色反応は、透析色を示した、ということになりますね。はい、まず、無色の水溶液浸透量沈殿ということで、ね、で、この水沈殿は、希塩酸に溶け、水溶液 E の炎色反応は、ということで、まあ、あるんですけど、炭酸、正直ですね、炭酸イオンと沈殿して落ちるものってめちゃくちゃ多いんですよね。めちゃくちゃ多いんですね。まあ、なので、ここではちょっと判断がなかなかしづらいな、というところではあるんですけど、こちら、炎色反応が透析色。はい、もうここでパンと。ピャンと答えられないので、CA2 プラスでね。CA2 プラスということで、炎色反応、石灯色、ね、いうことで、パンとか、これカルシウムイオンだな、というふうに答えなければいけない、ということですね。はい、炭酸、カルシウムのことですね。ということでね、このマルキューはね。はい、ということになりますね。E は、これ CA2 プラス、ということですね。はい、F。はい。無色の水溶液 F にアンモニア水を加えると、白色沈殿ができたって。この沈殿は過剰の水酸化ナトリウム水溶液には溶けました。アンモニア水、過剰のアンモニア水には溶けませんでしたよ。まあ、いうことですね。はい。で、水溶液 F に、希塩酸を少しずつ加えると、白色沈殿が生じたと。ね。いうことですね。はい。で、塩化物イオンと沈殿を生じるものっていうのが非常に少なかったですよね。AG プラスと PB と、まあ、AG、HG ということで、これはまあ、PB 臭いな、ということなんですよね。はい。まあ、いうことで、このアンモニア水を、アンモニア水を加えると沈殿が生じた。で、この沈殿は過剰の水酸化ナトリウム水溶液に溶けたということで、はい、こちらは鉛になります。鉛になります。で、この沈殿は過剰の NaOH に対しては PbOH4 2マイナスとなり、溶け、その作イオンとなり溶けていきます。ね。はい。で、これ、ここでセットで PbCrO4 は黄色色っていう、この沈殿の色もね、ちょっとね、この AG2CrO4 とね、合わせて覚えておいてください。AG2CRO4 に関してはこれ石化症の沈殿しておりますからね。はい。では、引き続きちょっとやっていきますね。で、この PB プラス 2Cl が PbCl2 になるんですけど、ね、塩化物イオンと、とも沈殿になるんですけど、ここでちょっと非常にこれ重要になってくるのがですね、この PbCl2 沈殿ができるんですが、ね、この沈殿はやや溶解度が大きく、熱湯には溶けるんですね。なので、熱湯を PbCl2 に関しては、これ熱湯に溶けるっていうのがかなり重要な反応になってくるので、これはちょっとしっかりとね、押さえておいてください。なので、まあ、例えばいろんな、陽イオンがあってですね、希塩酸と全部、まあ、沈殿しましたと。でも一つだけ熱湯をかけると溶けましたってなったら、これはい、鉛イオンですよ。まあ、いうことで、しっかりと押さえておいてくださいね。で、あと、クロム酸とね、まあ、これ、PbCrO4 を見回すと反応すると PbCrO4 ということで、黄色色の沈殿生じます。で、硫化物イオンとはですね、PbS2 で黒色の沈殿を生じますということで、はい。クロム酸カリウム水溶液を加えると黄色色沈殿、PBCR 方法のことですね。で、13番に関しては PBS ということになってきます。
はい、では次行きましょう。はい、G ですね。無色の水溶液 G に硫酸ナトリウム水溶液を加えると白色チンで。はい、硫酸イオンと反応する物質はかなりあります。ここではちょっと判断できないですね。で、また、水溶液 G に炭酸ナトリウム水溶液を加えても白色沈殿を生じたということで、こちらに関してもまだ判断できない。で、この沈殿は希塩酸に気体を発生しながら溶けたと。気体を発生しながら溶けましたということで、銅じゃないんだなっていうことがわかるんだよね。この銅じゃないなっていうことがここでわかりますね。で、水溶液 G の炎色反応は、はい、黄緑色を示したということで、馬力、ね。はい、ここでもうパン。はい、炎色反応黄緑色といえば、これは BA2 プラスですよね。BA2 プラスということで、はい。確かに BA は、ね、硫酸イオン、ね、とも炭酸イオンとも反応できるなっていうことですよね。はい。で、こちらに関して、よく入試で炭酸イオンと硫酸イオンでね、反応するので、よく、炭酸イオンで、とはかなりね、反応する物質が非常に多いんですけど、この物質がね、よく出てくるのがバカリするということで、BA2 プラス、CA2 プラス、SAR2 プラスでね、ちょっと覚えておいてくださいね。はい、では次 H です。H に関して、緑色の水溶液 H に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、緑色沈殿ができたと。過剰に水酸化ナトリウム水溶液を加えても沈殿は溶けなかったが、アンモニア水を過剰に加えると沈殿は溶化し、青紫色の溶液となったということですね。はい、こちらに関しては、NiO2 プラスということで、ニッケル NiOH2。はい、これ緑色になります。緑色になります。で、この沈殿は過剰の NH3 には索イオンを作って溶けます。で、ニッケル NiOH2 プラス 6NH3 ということで、はい、Ni、ヘキサアミンニッケル24。ヘキサアミンイオン24ということで、青紫色のですね、索イオンをね、生成します。で、こちらに関しては、今までやってきたものよりも、ちょっと若干ね、品質度が落ちるんですが、難関大学受験者、難関大学を志望している人に関しては、こういったニッケルのね、作イオンも出てきますので、難関大学志望者はね、こちらも覚えておいてください。H に関してはね。はい。まあ、一般大学においてはここまで出てくるかなということはちょっとあれですけど、ね、まあ、センターレベルではこれはちょっとほとんど出てこないですけどね。難関大受験者で二次試験では結構出てくる可能性が高いので、これは、しっかりと覚えておいてください。まあ、実際の入試問題にもこれ出てきてますんでね。はい、いうことです。ヘキサ、アンミン、ニッケル24、青紫色、ということで、アンモニア水、過剰のアンモニア水には溶けますよ、と。ニッケルですね。いうことで、押さえておいてください。で、次、I ですね。はい。無色の水溶液 I にアンモニア水を加えると白色沈殿がしてきたと。蚊の過剰のアンモニア水の時に無色の溶液となった。水溶液 I に硫化水素を通すと黄色色沈殿。はい。もうここまでは別にいいんですよ。ここなんですよ。硫化水素を通すと黄色色沈殿。はい。硫化物で黄色色沈殿だったらもうこいつですよ。CDS。ね、硫化物で、あと ZNS っていうのがあるんですけど、ZNS は白色です。一般的に硫化物イオンというのは黒色沈殿を生じますが、黄色色沈殿はこの CDS だけ。ね、こちらに関してはもうこの黄色、硫化物で黄色色沈殿という方は CDS っていうふうにね、押さえておいてください。まあ参考としてね、この沈殿は過剰の NH3 の索イオンを作って溶けるということで、索イオンね、こういうふうなね、作イオン作りますね。CDNH3O2 プラスって言われることでね、作ります。まあまあ、同イオンと同じようなね、作イオン作りますね。構造のね。はい、無色になります。作イオンに関してはね。このカドミウムのね、作イオンに関してはね。はい、ということで J ですね。無色の水溶液 J にアンモニア水を加えると黄色色沈殿を生じましたと。で、この沈殿は過剰のアンモニア水にも不要であった。水溶液 J に硫化水素を通すと黒色沈殿が生じたが、これを加熱して消化させると赤色の固体に変化。まあ、いうことですね。
はい、ということで、こちらですね、AG、イオン化傾向の小さい AG プラスや AG2 プラスの水酸化物の AGOH や、AGOH2 はかなり不安定になります。なので、常温でも脱水が起こって、酸化銀 AG2O、暗褐色ですね、暗褐色、で酸化水銀 AGHGO っていうのが沈殿します。ね。要するに、水酸化物は作らないんですよね。イオン化傾向の小さい AG プラスであったり、AG2 プラスっていうのはね。はい。なので、こちらに関して、こちらが作った酸化物というのは、もう水酸化物というのは非常に不安定ですぐに酸化物に変わっちゃうということで、まあ酸化物が生成するんですね。はい。で、常温でこの酸化水銀 HGS は通常クロイロ沈殿として生成するんですが、消化させると結晶の形が変わって、赤色になります。こちらもね、ちょっと覚えておいてくださいね。特徴的なので。難関大学志望者は、覚えておいてくださいね。はい、ということでね、こちらの講義はこれで以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。